はい、ということでね、始まりました喫煙動画。こちら、ダイソーで買ってきた鏡餅100円です、ね、まだ12月ですけど、まあ一応正月用にね取って買っておきました。で、今回タバコこちらです。ピアニッシモのアイシーンクリスタってやつですね。1ミリのタバコ。さっそくいきたいと思います。アイシーンクリスタ。冷たい。タバコ動画だとあれなんか顔出しとれた方がいいです。うん、結構強いメンソール。うん、だけど味としては以前吸ったこのケントのワンに比べると全然美味しい。ちゃんとタバコの味というかうまさが。ありますね。きっちりタバコの味がするっていう意味で。このメンソール強いんだけど、タバコの味もちゃんとするということで、ケントはね、単純にね、美味しくない。タバコ。あ、そうそう。タバコがね、増税するらしいですね。電子タバコも増税するっていう話聞きましたね。まあ、俺は電子タバコ吸わないんで、もう、そうなると電子タバコってオワコンじゃねって話になると思うんですけど。やっぱり、鍵タバコのゼロスタイルとかが一番いいんじゃないって思うんだけど、違うんですよね。ゼロスタイルのやつが一番なんか、だって煙出ないし、充電しなくていいし、で、あれないし、増税ないし、あとなんだろうな。ちゃんとニコチンは取れる。いいこと尽くし。もうタバコをわざわざ電子タバコにする必要ないんだよ。
ピアニッシモアイシーンクリスタ。こちらが450円。1ミリの 0.1 ミリのタバコ。結構ね、この、タバコの、サクランボっていうサイトで見ると、結構、評価が高い。あ、女性向けって書いてあるみたいですね。まあ、見た目的になんか、ちょっと女性っぽいっていうか、エロチック女性みたいな。ちょっと腹黒いところもある女性みたいな。デザイン。匂いも、問題なし。だからケントに比べるとケントって結局さ、タバコの味じゃなくて紙を燃やした時に出る煙の味するんだよね。結構評判が高い。これ評価高いっすね。17件感想があるんですけど、だいたい4つ星から5つ星がかなり多い。1つだけ、1件だけ2つ星のやつはありますけど、4つ星と5つ星ばかりですね。あ、3つ星もあったんです。まあ、美味しい。ちょっと実験にもう一回ケント吸ってみますか。ケント。ケントちゃんを吸ってみましょう。全然違いますね、味が。ちなみにケントのこちらの商品は、これかな？あ、違うな。ケントメンソールワンボックス。ワンの100ボックス。が、レビューが1件しかないですね。1件かな？ 2 件か、これ。何件？ 1 件だけありますね。で、4つ星ってなってますね。ただ、レビューが総数1件っていうのはもう、そこまでまずくないですけどね、確かに。ただ、どっちかって言われると、やっぱり、こっちのピアニッシモの方が美味しい。単純に美味しい。単純に美味しい。ですね。前回の俺動画どこ行ったの？前回のこのケント何もしつけたの？4つもしつけたの？3つもしか？
しかな。前回かな、俺知ったの。あれ？あれ、俺ケントレビューしたよね。あれ、どこ行った？ケントちゃん、どこ行ったんですか？本当にね。あれ、俺デビューしてなかった気がしたよな。あれ、した気がするんだけど。あれ、どっか行った。動画どっか行った。あれ、俺、ヨウツベに上げてなかったっけ。両爪の方上げてなかったかもしれない。やべ、ミスったな。バージニア S ソフィアのやつはあるんだけど、俺もしかしたらアップしてない。アップしてないだけど、まだアップしてないの。間違えて俺はアップしてないんですよ。まあいいや。これはまあ三つ星でしょう、ケントは。ケントは三つ星でしょう。まあ、ケントちゃんは三つ星ですね。バージニアイズソフィアは確か四つ星なんだけど。こちらも四つ星、四つ星です。ご視聴ありがとうございました。